さあ、行くぞ。皆さんこんにちは、リオナリとハロウィンでーす。今日もですね、村井さんにドッキリ仕掛けましょう。ありがとうございます。今日仕掛けるドッキリなんですけども、はい、あの新年迎えまして、迎えました。新年迎えたと言ったら、うん、やっぱり新年会ですよね。最高ですね。新年会やるでしょ。はい、やる。で、我が社もね、会社ですから、うん、アップバンクで新年会があるんですよ、よ、今日。はい、新年会といえば、うん、まあ、みんなでね、こう雑談しながらこう交流を深めるっていうのもそうなんですけども、うん、はい、やっぱりもう会社規模でやるんで、うんうん、ビンゴ大会とかあるよね。ありますね、ビンゴ大会は。楽しいやつだよね。楽しいね、あるね。そこでですね、村井さんにドッキリを仕掛けたい。おー、最高だ。はい、もう一言で言っちゃいましょう。うん、何でしょう。ビンゴ大会の景品の中に村井さんの私物が混じってるドッキリ、うん、はい女性。村井さんが普段使っている冷え剃り、うん、あとコーヒー、うん、お、コーヒーも、うん、詰め合わせセットを作っちゃいましょうよ。こちらにね、はい、良さげの袋を用意したんで。良さげっすね、はいはい、もう隙をついて、まだ冷え剃り村井さんの机の上にある。なるほどなるほど。隙をついて、はい、新年会までにそれを奪って、うん、この中に入れといて、はい、ビンゴの景品がなんか机の上に並ぶらしいんで、はいはいはい、で、あの早物勝ち取ってるみたいな感じなんだよ、うん、なんで、うん、その中にしれっと置いておきます、うん、で、うん、他の社員が取っちゃうと、うん、マジでその人がドッキリになっちゃうから意味が分かんないですよね。村井さんが驚きたい、はい、ただ、うん、こう村井さんがビンゴを出すってなかなかむずいと思う。むずいっすね。そこは僕らがイカ様でこう誰よりも早くビンゴを出しちゃいます。ハラミさんがビンゴ出してください。私出します。ね、ハラミさん、うん、ビンゴやったーっつって前に上がってください、うん、壇上前に上がって、はい、どれがいいですかっつって、はい、多分めちゃくちゃいろんな、多分豪華なものいっぱいあるんですけど、ええ、この中身が唯一見えてないからさ。そうっすね。これちょっと気になるなっつって、はい、ご連しますって、ええ、で、これ開けたら、うん、ヒゲ剃りっつって、そうそうそう、で、村井さんがそれ私じゃないかってこと。そうそう。あ、なるほどなるほど。びっくりするでしょ。びっくりしますね。で、それでハラミさんにプレゼントするんで。あ、やった、ありがとうございます。リアルにありがとう。いやいやいや、いらねえよ。持ってます、持ってます。しません、しませんね。はい、はい、これね、村井さんも嬉しいと思う。なんで？誇らしいと思うんだよ。自分の私物が景品になるってさ、誇らしくない、うん、どうしてそう思えるんだ。全然そう思えない。パクられてるわけだからね。ヒゲ剃りとかマッサージ棒に関しては。私の私物で喜んでもらえるんだ。やったーっつって。よかったね。じゃあシミュレーションしてみましょう、はい、今日は新年会ということでビンゴ大会いるわー。楽しい、ビンゴ大会定番だ、最高だ、楽しい。じゃあビンゴしていこう。ビンゴビンゴ、何番？何番かなー。当たんないな、私。何番？お、私、あ、当たんない。すごい、じゃあ何番？私は、ハルメさん、すごい。ハルメさん、あと1個、ビーチ。ハルメさん、ビーチ。何番？ハルメさん、ビンゴ。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 おー、すごい。どうしようかな。ハルメさん、いいな、お、きれい。この中身が見えたい、これにしようかな。それを選ぶのか、ハルメさん。おー、どうしようかな。いいじゃないか。じゃあ、オープンしたいと思います。お願いします。ビンゴ、ビンゴ、私の景品名誉のためにありがとう。ビンゴ、ビンゴ、ビンゴ、ビンゴになってくれて嬉しいし、喜んでくれて嬉しい。じゃあ、はい、ちょっと見切れたのが面白い。会社で見えないんですよ、私の角度から。皆さん大変申し訳ない。もうとても素敵なドッキリだったと思います。そうですね、最高ですね。あ、優しい理由あった、これ何すか。何理由があった、教えて、理由あるってみんな。このドッキリで、うん、全社員が笑顔に。最高、バカ野郎。ならねえやつもいるわ。いや、いねえよ。みんな笑顔、誰が、みんな笑顔。さあ、行くぞ。よっ、くらえ。ここから肝心です。なんでしょう。バレずに村井さんの私物をパクんなきゃいけないから、ちょっとお手の物じゃないですか。お手の物なんですけど、一番村井さんの私物パクらせたらもう右行けばいいんだけど。あなたはね、確かに、確かにね、村井さんの私物に関してですよ。下手な盗ったよりうまい。うまいですよね。そうですよ、一番の。そう、村井さんがこの後ここで、うん、あの動画撮るんですよ。取りに来た、うん、ここに来るのタイミングで、うん、僕が向こうに行ってすぐ戻ってくるって言って、その間にもうパパパって取って、はい、この袋の中に入れといて、まあ俺が持ったのか。
行くぞ。というわけで新年会にやってきました。来ました。今すごい盛り上がっております。ありがとうございます。ターゲットあそこです。はい。後ろ姿が映ってるよ。映ってるよ。ターゲット。もう一人喋ってるよ。これからビンゴ大会が始まります。はい、そこで村井さんに一泡吹かせてやりましょう。あの人を地獄に突き落としてやる。いや、ちょいちょい言いますよね、それ。表現、表現。いや、突き落としてやろうぜ。ドッキリを仕掛けるもう翻訳です。あ、そうなんですか。日本語、日本語に翻訳したんですね。あった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 16あった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 あ絶対ありそうだ、絶対ありそうだ。ビンゴビンゴ、ビンゴビンゴ、絶対ありそうだ、絶対ありそうだ。ビンゴです。いや、絶対ありそうだ、絶対ありそうだ。本当にビンゴだったら商品もらえよ。ベタだからやっぱなんか中見えないやつ。中見えないやつって何？中見えないやつ。これ景品に自分の私物混じってるドッキリ。それ本当に村さんとかちょっと確かに取ってた。確かに。いや私のだ。どっからどう考えても私のだよ。あり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 絶対ある絶対ある。経験してないじゃん。ヘキサゴンって言ってないシステムですよ、それだと。はい、というわけで、もうビンゴドッキリ大成功ということで、ありがとうございます。記念会も楽しかった。非常に楽しかった。私持って帰るんだよ、ヒゲトリ一回家に。毎回会社に置いてるのに、明日また持ってくるんだよ。あれちょっと匂いした。匂いってなんだよ。何の匂いもしないだろ。はい、というわけで最後でご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、ぜひ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。今年も1年、よろしくお願いします。お願いします。頑張ります。さよなら。さよなら。